朝倉神社。朝倉神社は、高知県高知市朝倉にある神社。式内社で、土佐国宮と称される。旧社格は、県社。俗称として、木の丸様とも。祭神は次の二柱。中世における本地仏は阿弥陀仏であったと伝わる。古くは土佐国風土記逸文に、と見える社が朝倉神社を指すとされる。同文によると、祭神の天神羽は神は、天音石門別神、天院師範別神の子になる。この天神羽は神は、朝倉郷の開拓神であると伝えられており、もともとはこの神のみを奉祭したと考えられている。もう一柱の斉明天皇は、斉明天皇の営んだ、朝倉安宮を統治に比例する説、後述による合祀とされる。なお、延喜式神明帳では、土佐国阿川郡に、天石門別安国玉支天神社、論社二社の記載が見え、天神羽は神の父の天石門別神を祀る神社として、朝倉神社との関連が指摘される。創建は不詳。朝倉神社に関しては、古くから日本書紀の斉明天皇正々伝説に比例する説が知られる。すなわち同書斉明天皇7年、661年、上によると、天皇は、百済救援のため難波宮を出て征々し、伊予宿田津、田大津を経て、朝倉立花皇帝宮に移ったといい、朝倉宮の造営には、朝倉社の木を使用したという。これに対して、当地の伝説では、朝倉神社後輩の赤城山の木を切って山麓に営んだのが、その朝倉宮であるとしている。そして、天皇の死後、赤鬼山の神である天神羽は神を祀る社殿に、天皇の霊を合祀したと伝える。今日の通説では、日本書紀の記事に対して、朝倉立花皇帝宮は、福岡県朝倉市、山田、または、朝倉市、須川、朝倉社は、朝廷領府神社、福岡県朝倉市萩柴、式内社に比例される。百済救援の後郡であることからして、常識的には、土佐説よりは、この筑紫説が取られるが、風土記や延喜式に、朝倉里の社、朝倉神社と明記されていることをもとに、土佐説の指摘が中世以来の資料で散見される。当地では、斉明天皇伝説が色濃く残り、神田大津、刈谷が先、立花谷、宮谷、小屋谷、釣り、妹、女、岩、長忠、張木、小岩岳などの関連地名が残る。ほ、朝倉神社南方のうぐるす山に、斉明天皇の御捧ぎがあると言われる。現在の朝倉神社の俗称。木の丸様もまた、赤鬼山から切り出した丸木によるにわか作りの朝倉安宮を木の丸殿と称したとする伝説に帰する。また、赤鬼山の山名は、斉明天皇崩御時に天皇の葬儀を伺った鬼、日本書紀に由来するとも、古墳に赤鬼が住んだことに由来するとも言われるが不詳。以上の伝説の真偽は明らかでないが、朝倉神社後輩の赤鬼山は、三輪山、奈良県桜井市同様に神のこもる山、神無火として古代祭祀の信仰対象であったとみられ、朝倉付近は古くから開けていたと考えられている。赤鬼山中腹からは弥生時代中期の土器が発見されているほか、南麓には古墳時代後期の朝倉古墳があり、朝倉神社の存在はこの赤鬼山を中心に成長した豪族に対比される。延長5年。927年成立の延喜式神明帳では、土佐国土佐郡に朝倉神社と記載され、式内社に列している。また、和名称に見える地名のうちでは、現鎮座地は土佐郡朝倉里に比例される。中世には、土佐国一宮の土佐神社、高知市一宮祭神の記載の宮とする説が生じて、土佐神社に次ぐ二宮に位置づけられたと言われる。ただし一般には二宮は、日高村の正尊神社とされる。古くは、土佐神社と交代で、国内祈願を行ったとも伝わる。天正16年、1588年の朝倉荘、地検帳には、大宮として記載があり、宮床39代、宮山に、陳領一旦45代、他に、多くの神田があると見える。江戸時代に土佐藩を治めた山内氏は朝倉神社を崇敬し、明暦3年、1657年に第二代藩主山内忠義によって本殿が寛政8年、1796年に第10代山内豊作によって幣殿、拝殿が再建されて現在に至っている。南路氏によると、近世の社地は一旦11代三歩、社領は2反であったという。また別当時は、真言宗の朝倉山光泉寺領寿院であった。現在は廃寺。明治維新後、明治5年、1872年に、近代社格制度において県社に列した。社殿のうち本殿は、江戸時代前期の明暦3年、1657年、土佐藩、第二代藩主の山内忠義による再建。明暦3年2月16日に着工し、同年8月に完工した。桁行き3軒、播磨2軒で、屋根はこけら葺き。流れ造りではなく切妻造りの屋根の前面に、軒塔破付きの光背1軒を付す。神社本殿としては、珍しい形式になる。胸には桶千木3個、勝扇5本を乗せる。建物周囲では、脇障子や壁板に絵画が施されているほか、随所に、雲源彩色、極彩色、漆塗り、金鍍金が施され、全体的に華麗に彩られている。内部は、内陣、外陣に分け、外陣にも彩色が施されている。本建物は、造永年、明暦3年より遡る安土桃山時代の様式手法を示している。これは、土佐が地理的に中央から遠いため、中央文化の土佐への普及の遅れを表すとされる。この本殿は国の重要文化財に指定されている。本殿前に接続する幣殿、拝殿は江戸時代後期の寛政8年、1796年、第10代藩主の山内豊作による再建。幣殿は本殿前面に接続し桁行き2軒、播磨2軒三尺、拝殿はその幣殿前に接続し桁行き島。播磨3軒。拝殿前にある石は勅使席と称され、古来勅使の座る場所であったと伝わる。社殿後背にそびえる山は赤城山と称され、古来朝倉神社の新泰山とも奥の宮ともされる。高さ約100メートルで円錐形をなし、その姿は奈良県桜井市の三輪山に対比される。三輪山は古墳時代から神のこもる山、神無火として、大和王権に神聖視された山として知られ、その山麓に位置する大神神社の境内周辺からは多くの古代祭祀遺物が見つかっている。この赤鬼山から祭祀遺物は未だ見つかっていないが、中腹からは弥生時代中期の土器が見つかったほか、南麓には古墳時代後期の朝倉古墳があり、赤鬼山を中心として豪族が成長したと見られている。この赤鬼山は、高知県指定史跡に指定されている。なお、山頂への登り口は、境内西方約500メートルに所在する。所在地、交通アクセス、周辺、原点出店。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。